はい、こんにちは、アクアチャンネルのザッキーです。今回はカット済みのプロテクションフィルムを紹介したいと思います。はい、今回新たにですねプロテクションフィルムを発売した車両はこちらになります。はい、スペーシアカスタムハイブリッド XS ターボになります。さあ、どこを作ったかと言いますと、まず定番のヘッドライト、はい、やっぱりね飛び石とか気になるよね。そうです ね、あとここのところが劣化しやすい、うんね、カサカサになってくる、ね、時間が経つと、うん、それから基板できたりね、後編って言うんだけどね、はい、はい、ヘッドライトプロテクションフィルムのカット済み製品はこれになります。はい、すごい形してるでしょ。はい、これ今白く見えるけど剥離紙がついてるのね。はい、これクリアタイプ、透明です。で、実はこれ右側なんだけど、運転席側ね、うん、になるんだけど、もうすでに助手席側がね張った状態になってる。さき、はい、ちゃん見ても全然わからないでしょ。そうですね、やっぱ透明だから違いがわからないですね。これが例えばなんかスモークタイプとかイエロータイプとか貼ったらだいぶ見た目変わりますよね。そうそうそう、4色あったからね、はい、このクリアを含めて今言ったブラックスモーク、はい、それからイエローね、それと普通のスモーク、はい、4つのバリエーションになってます。だから色はつけたくないなって方はね、もう透明、そうです ね、もう何ら純正と全く変わりません ね、うん、ね。さあ、それから今回はスペーシアカスタム後ろも作ってます。おー、ここのねリアバンパー傷防止シート、これもねいろんな車で今ラインナップしています。はい、ここね荷物の出し入れとかでこの角ね、そうぶつけたりとか ね、知らない間にへこんでたり、そうそうそう、知らない間にここにね傷とかね、はい、つきやすくなっているので、製品はこんな感じで、また同じく透明なプロテクションフィルム。おー、細長いですね。そう、これをねこういう風にこんなイメージですね。だからこう折り込みます。はい、うーん、こんな風に折れて貼るようになります。はい、はい、これも発売します。はい、それからねこの傷防止シート関係ではね、ラインナップにあったドアステップ傷防止シート、おー、これのね透明プロテクションフィルムバージョンを作りました。おー、これを紹介したいと思います。はい、はい、ドアステップ傷防止シートはここに貼るカーボンシートでしたね、この角のところ、はい、だからリアバンパーと同じような感覚だね。ちょっと折り込む感じですよね。そうそうそう、でここの乗り降りの時にここに知らない間にね靴をぶつけたりしてつく傷を防止します。うん、それがねこれになります。これでこんな感じで、はい、ちょっともう白くなっちゃって見にくいと思うけど、こういうふうに帯状になっていて、これも同じようにこう折る感じですね。はい、そうするとこの角もで、これ比較的貼りやすいので、そうです ね、初心者の方でも、うん、挑戦してみてはいかがでしょう。そうですね、うん、すごく貼りやすいです。このプロテクションフィルムなんだけど、はい、もちろんこれ透明でしょ。うん、で例えばもうここにすでにすごい細かい傷がついてしまったと、あ、ね、これ傷の上に貼るようになってしまうでしょ。うん、もしコンパウンドで磨いて落とせるようなら落としてこれを貼る。うん、コンパウンドでも取れないくらいの傷がまだ残ってた場合、うん、この透明プロテクションフィルム貼ると意外と消えるんですよ。え、そうなんですか。うん、これボディ塗装で最後こうクリアの塗料を塗るんだけれど、はい、そのクリアの塗料を塗ると傷が消えるんですよ。だからそれと同じ効果がある。うん、うん、だからちょっとした傷だったらこれで目立たなくなります。うん、ね、もしついてるようになったらばコンパウンドでちょっと磨いてあげて、うん、貼ってあげればいいです。うんうん、だ塗装の場合だと塗った時は切れるよね。うん、でもまた同じように傷がついてしまう。うん、でもこれ傷が自己修復。そうですね、うん、やったよね、あの傷つけてヒートガンでね、やりました ね。それからねこれここにこう貼り込みます。そこが本当に傷がつくんですよね、知らない間に。そうで、白だと黒くなるよね、傷が。うん、何なんだろうね、あれね。うん、女の人とかだと、うん、ネイル、うん、マニキュアとかも意外とそこにつくんですよ。うん、そうだね、取れちゃって。でここにつくからすごくこう意識して触れないようにしててもなぜかいつの間にかになってるんです。うん、そう、はい、でこれも同じようにこう貼り込みます。はい、でこれねすごく貼りやすいので、これもこんな形だけど、そうですね、うん、
これもおすすめです。これね4枚あります、ね、4席分で1セットになってます、うん、これは私も自分の車に貼りましたよ、うん、おいいでしょ。自分でやりました。できた。素晴らしいそうだから私にもできるから、はい、皆さんはできると思います。はい、ぜひおすすめです、はい、やってみてください。さきちゃんもおすすめ。おすすめ、ね、さあこれもこう張り込みすると、はい、このここにもともとついた傷ね、だからコンパウンドで落としてもらって、うん、これを貼ると傷が目立たなくなります。もしどうしてもいっぱいついちゃってたらね、うん、傷の上に貼るとだいぶ目立たなくなります。でさらにもちろんこれも自己修復、はい、透明プロテクションします。でついた傷が自己修復するんですけど、このフィルム自体貫通するぐらいの傷がついてしまったのはもうダメです。あ、そこはあのご了承ください。このねあくまでも表面についたこういう細かな傷は自己修復します、うん、はい、ね、熱をかけてあげると傷がスーッとなくなります。だからね暑い日なんか外に止めてれば自然と消えるので、ついて消えてついて消えてみたいな、はい、そんな感じのイメージをしてもらえればいいかなと思います、はい、では実際にこれを施工してみますので、その様子も紹介したいと思います、はい、リアバンパー傷防止シートを張り込みしていきます。はい、商品はこちらになります。張り込みの前にここきれいに洗車をして泥や砂がついてない状態にしてください。きれいに掃除ができたらばパーツクリーナーやシリコンオフを使って脱脂をしていきます。リアバンパーのこの面とちょっと折り返しをしますので、少しこの折り返した部分もきれいにしてください。はい、実際に貼っていくんですが、スペーシアカスタムのリアバンパーのこのラウンドの形状、この部分ですね、この部分に合わせて形状がこのようになっています。端の方に行くにつれて幅が広くなっています。これがこのラウンド面に合うようになっているんですが、特にスタートの位置というのがありません。だいたいですね、このバンパーのこの丸い切り欠きのところ、このラインに合わせてあるんですが、しっかりですね位置を出したい場合はこちら参考にしてください。まず両端、これ機械でカットしてますので均等になっています。この端同士を合わせます。そして半分に折った状態にしていきます。はい、最後この部分ですね、このちょっと先端の部分だけを指でつまみます。そうするとここに折り目がつきます。プロテクションフィルムにも折り目つきますが、張り込みすると伸びますので、この状態にしてこのセンターに合わせてください。では実際貼っていきます。はい、使用する洗剤水ですが、洗剤を水で希釈したものをスプレー容器に入れて貼り付け箇所に十分に吹き付けてください。はい、こちらの剥離紙を剥がしていった粘着面の方にもスプレーしておきましょう。乾燥していると静電気が起きてホコリがつきやすくなりますので、剥離紙を剥がしたら速やかにかけるのがコツです。はい、洗剤水を吹きつけましたらば、先ほど印をしたセンターの部分ですね、これを真ん中に合わせてシートを乗せていきます。あとはリアバンパーのこの角、このラインに合わせてシートを置いていきます。この時ですね、リアバンパーの向こう側に乗っからないように注意してください。はい、シートを置きましたらば、あとはゴムヘラなどを使ってきれいに水を抜いていきます。はい、そしたら今このシートが余った状態になっています。これを折り返して貼り付けていきます。この角の部分ですね、この R のところに水が溜まりやすいのでしっかり抜いてください。はい、しっかり水抜きができましたらば、水分をよく拭き取って、浮いてるところとかがなければですね、この状態で完成になります。もしシワが寄ったりして浮いてる状態のところがありましたら、ドライヤーもしくはヒートガンなどで温めながら施工するとしっかりくっつきます。これで完成になります。はい、いかがだったでしょうか。今回紹介しました商品は当店のホームページから購入できるようになっております。ホームページのご案内は概要欄へ記載してありますのでチェックしてください。はい、そして今回紹介しましたプロテクションフィルムの中でヘッドライトプロテクションフィルム、はい、こういったところはですね、ちょっと難易度が高い、うん、ちょっと自分で貼るのは心配だなという方はですね、ご来店が可能であれば当店で貼り込み承りますので、ぜひ
ご利用ください、はい、当店は長野県松本市にあります、はい、住所はこちらです。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったら高評価チャンネル登録お願いします。お願いします。